さて、本日もあのミューテーションでプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。では行きましょう。一応ね、前回まではまあ、お薬ね、お薬の手がかりを追ってたら、まあ、リンっていうちょっとね、情報屋に行き着いてね、でその薬について、まあ、教える代わりに、まあ、情報屋がですね、教える代わりに、別の情報をね、ちょっとね、ゲットしてくれってことでね、まあ、ちょっと交換取引みたいなことをしたんだけどね、まあ、お金がないからね、まあ、現時点ではね、弟ライエンを探す唯一の手がかりだから、まあ、しょうがなく引き受ける形になったんですよね。うん。まあ、どうなっていくのかね。では行きますかな。で、一応場所が、ここね。まあ、一応敵倒すパターンになると思うけど、武器とか大丈夫かな。近いんだけどね、超ね、超近いんだけど大丈夫か。なんか攻撃でもしてるわ。あ、なんかサブクエクセなんだ。異教徒、呼吸の崇拝者になろうって言ってるよ。何そう、偉大なる呼吸。なんだろうね、このシンボル。砂漠にある巨大な隕石によるものだって。ああ、なんか最初揚げパンかなんかを崇拝してたかと思ったわ。隕石か。政府から何の情報もない。ああ、信仰で、まあ、崇拝して始めたんだね。間に合ってます。さよなら。間に合ってましたね。こっち側は行けないってことは、どこだ。助けてって、ああ、なんだ、助けて。誰かいるの？外に出して。どうやって出すんだ、これ。会話者できない。会話者できないな。会話者できない。すまん。開けることはできない。ちょっ、うん、撃てないし、なんもできないね。ハッキングとかできないよね。できないな。すまない。できることはない。なんかある。なんだ。現在この大陸では貧富の差が必要だって言ってね、一部の人間の生存権を保障できないからだって言ってね。ギャー。で、ここっぽいな、ちょっと。あの、設定発行しこどういう意味なんだろうね。よし、行ってみよう。ここね。ここね。調べてみよう。調べてみよう。なんかないか。盗めるものは、あ、なんか確認。お、100箱バルト、ナゲル、手榴弾6万、手榴弾6万個ってやばくない？マジか。そんな数どこやって手配するんだよ。あ、ニャンコ像がある。いろいろあるけど、なんか、あ、確認する。なんだ、こんなところに隠し通路か。隠し通路か。あ、拾う、なんかある。あ、ピストルの弾丸ですね。他はないか。ちょっと隠し通路行ってみますか。あ、エレベーターか。
なぜ知っているんだ。ここをまたお前か。いいの屋上にいたバカじゃない。これスビンの屋上にバカか。HP 回復が起きたんだけど、なんだこれ、何、ちょっと待って、あとここなんかあるよね。ちょっといろいろ見ていきたいわ。あ、これはポスターか。ロードムービーの恋愛もの、ファラオをタイトルにしているが、車のブランド名以外にファラオの要素は出てこない。どういうことだ。この仕事は嫌だ。うわ、やばいな。やっぱり仕事が好きになって死にそうだって言ってる。ちょっとやばいんじゃないか。キムの目が燃えている。廃工場の排出燃料、何、培養した腐った豆のようだ。とにかく臭い。あとは何もないか。え、これが何、マジで怖いわ。入っていいのかな。データアップロード、データアップロード、これ多分セーブだよね。これ多分セーブだよね。うん、セーブで、データ転送がノックティスの地下、これファストトラベルってこと。多分これはファストトラベルだよね。車を使わないファストトラベルだと思う。まだこんなチュートリアルっていうか、多分ね、多分だけど。どういう原理か分かんないけどね。まあ、一応依頼のデータルームは手に入った。あやね、調べてもらいたい人がいるんだけど。誰？さっきの女の人。さっき女の人いたの？私見えなかったんだけど。あ、やばい、おかしいな。なんで綾音には見えなかったんだろう。ひとまずリンを探すわ。電脳ハックされんじゃん。綾音には見えてないんだ。え、でもさ、あのバーでは、あの、なんだっけ、あんたを指名してたわよっていうのは、ね、実態があったから、見えるときと見えないときは、まあ、一応実態はあるっぽいよね。だってさ、ね、あの、そのとき、他の人にも見てたからね。で、なんか謎のカメラもいるわ。お、アイドルとしてスカウトするとこだったよ。エンタメ記者。ノックティスのビッグニュースが溢れている。本人を見つけないとって言ってる。あ、サブクエじゃないんだ。これなんか
あ、話せる、ジャックで、なんかすげえな、難しい話してるけど、つまんなかったわあ、さっきの講義の人たちだ、こっち側行けないもん、あ、なんかいる、お、自分専用のアイドルを作る、やばいやばいやばい、かなりやばい、そしてその子と、その子を妻ってことだって、やばいやばい、この人やばいわ、ぶっ飛んでる殺走が、自分でアイドル作ってその子を妻にして子供を作るってよ、やばすぎる、やばいな、これポスターじゃないだね、クレオパトラシルバー、お、歴史上最も美しいとされる女性のメカ復元体、お、じゃあとりあえずゲットしたデータを持っていきましょうか、ここか、ドゥン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 、ほらよ、持ってきたぞ、お、本当にやっちまうとなと言ってるけど、お、 N540、 これがね、まあ、いわゆるモスデカって言われる、まあ、アンの病気が治るって言われてるお薬だけど、お、誰一人戻ってきたやつはいないぞって言ってる、42号道路に破棄された入り口がある、42号道路にやっていけるわ、あとは自分たちでやりな、まあでもその情報ありがたいね、一応確認、お、ただで情報一つ送ってやるよ、しっかり準備していきな。Dの情報は当てになるの？まだ何とも言えないわ。42号道路か。で、ちょ、42号道路にね、サブクエがあったんだよね。サブクエ、武器屋さんの、武器の設計図のね、取り返す。そのサブクエもちょうどあったから、ちょうどいいね。よかったよかった。よし、行こうかと思ったら、一旦引き換えとるか。この学校じゃさすがに危ないね。で、しっかり準備していけって言ってたから、ちょっと装備品とかもちょっと考えていこうか。よし。まあ、一応、普段のスーツに着替えて、スポーツウェアか。で、とりあえず、武器とか大丈夫なんかな。一応ね、1個強化してるけどね、これね。とか、こう空きスロットあるな、チップは買えそうだよね、はい、チップの生成はできないね、改造もできないね、買うとなってくると、現状ね、買い物高いから、一応ドロップインとかあるからね、そっちで行こう、あ、この人、あ、やっと特許取れた、お、バトル中にさらにかっこよくするもんだ聞かなかったことにして、しこの人話せないな、確かさ、なんかそう、ここら辺聞いてくれって言ったから、あー、いや、もうこれはしたから改造とね、あ、でも一応聞いとく？あと改造もしないもんね。うん。いつもこういうの聞かずにさ、俺失敗したからさ、ちゃんと聞いとこう。超伝導処理。お？鉄、良い敵に立ち込むとき、特定の属性による攻撃がさらに効果的です。完全属性のチップを装備した武器を装備使用すればメカボディの敵を攻撃する場合、さらに、ああ、そう、やっぱあれは属性付与だったんだね、属性付与なのかな、
改造が、能力の上限、ほう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 、じゃあいろいろと素材集めてチップの改造しないといけないんだね。よし、あれなんかこの人、あ、またなんか取材やってるわ。ちょっと映り込み行く。うぃー、あ、特になんなかった。ちょこちょこ街並みが変わるのかな。この人だっけ。あー、水入れんのか。とりあえず行きますか。他なんかあったりする？情報屋の住居と、この未知のアイドルの声、ここの、ここちょっとわかんないよね。あと、ここなんだ。データドームショップ。あれ、データドームショップ行ったっけ？行ったんよね。まず、ちょっと、こう、行けるとこ行きたいな。なんか行ってない？あ、ここ、このアイドル、こっちだ。ここ？このぐらいかな。ここか？いけないな。あ、確認する。こういうものも確認できるんだ。アイドルの、わかんねえな。ここだよね。ちょっと立ち寄っていきたいけど、もしかするとなんか手に入るかもしれない。ここから回っていけないよな。あ、何をしている、出て行け。ここのようね、中に入る方法を考えないと。もう入ったんだよね。もう入ったんだよね。あ、うん、何見てんだ。あ、なんだその背中。取りこぼし発見。ここはね、前回入ってますからね。なんか探索も楽しいからさ、どうしてもちょっとね、いろいろ見ちゃうんだよね。そこのロメーさんも行きたいけど、このロケーションが気になってね。この辺だよ。いや、今入ってきてっぽいな、どうも。だね、あとドームショップ。ドームショップってなんだ。ここだよね。ここ初めてだよね。なんか確認できる。うわ、規約読むの面倒。ドーム商人増員、いらっしゃいませ。ロムってまず何？まずロムってのちょっと分かんないんだよね。これ買っちゃっていいのかな。ピンクファンタジー、ビラ49、雪の王、ちょっと安いの買ってみようか。ロムだからゲームなんかな。さすがにそんなロム買っちゃったよ。で、なんかロムをさ、これ使いたいしないのか、どっかこの辺で。あ、本だ。ゲームできんの？ロムだから。まさかね。なんかこれ映像だけ？ん？あ、あ、あ、え、え。え、こんだけ？本サービスに使用されているシーンの復元、複製、コピーなどを含むデータロム技術は、すべて北の素材団独自のものです。こんだけ、ちょっとさっき操作データがあった。ヒュー。
バーチャルリアリティを楽しむみたいな感じかな。動けない、動かせない、動かせないか。くそ、待って、これ200円か、結構高いな。あとは、ピンクファンタジーとビラ49があるけど、ちょっとね、あの武器とかも買いたいから、ここちょっと後回しにしようか。お金に余裕ができたらちょっと一個ずつ買おう。今はまだ序盤なんで、ちょっと高い金額出してね買うの厳しいかな。やばい、お店も結構多いよね。わ、こんなものまだあるんですね。行きましょう。ここネオンがどうしても気になってしまう。あのカラオケ777-37かな。で、あ、やっぱここだ、ほらアンロックされてる42号ドロー。行きましょうかね。あ、ちょっとサブクエから行ってもいいかもしれないね。まずサブクエで、え、おっと、なんだ。それじゃまた遊ぼうな。バーイ、かわいい子猫ちゃんたち。これシマされるパターンじゃない、もしかして。彼女には N540 のことだけ伝えろ。余計なことをして計画を台無しにするなよ。え、彼女にはってことは、うわー、これなんか仕組まれてんのかな。裏があるっぽいね。なんか仕組まれてるっぽい。なんかルート42、リンから送られてきた情報によるとここなんだけど、随分と荒れ果ててるわね。無理もないわ。メカウイルス出現後人口が減り、多くの土地が放棄されたから。なんか、あ、ここもきっとその中の一つね。地下への入り口を探すわよ。地下への入り口を探す前にちょっとマップ見て、あ、これだ、生態研究所出入り口。これが多分、あー、待って、どうしようか。このこれもね、ちょっと追跡したいね。ついでに、つかないな、マーク。ちょっといろいろ見ていこうか。これなんか、あ、なんか人いるわ。あ、すいません。ああ。おお、こんな綺麗な女の子はなかなか見かけない。あ、腕がない。うふ、やばいな。イカれたメカ改造人間だ言ってるね。あ、やばいな。でもここっぽいね。あ、なんかこれ、うわー、あの ARC が分かった。炎が青いけど何、やっぱここがいい。お金なくても自由がある。あ、お金より自由を取る、あ、スタイルか。ちょっと分かるな。お、大量に食べると減額が効果がある。投擲、オッケーオッケー。これなんだ、あ、ジャンクかな。まあ、お金がなくても自由がある。でもね、お金がないと自由がないんだよね、現代社会はね。悲しいね。あれ、メカウイルスに感染したの。メカ改造がもたらすパワーに取り去ってしまい、最終的に自分で注射つながってしまったんだって言ってる。どうして病院に行かないのってね。機械化も今は不治の病ってわけではないでしょう。どこにそんなお金があるんだ。機械化も全く悪く、機械化っていう病気なんかな、メカウイルスって。やっぱりメカガーデンだ、歓迎するよって言ってるね。
一応機械化っていう病気っぽいね、やっぱね、メカウイルスは。なんかある、お、機械ジャーナル、うわ読みてー。表紙までしか見えないからね、まあ、どうしてもいろいろ見ちゃうな、どうしてもいろいろ見ちゃうんだよな。こっちもなんか地下への入り口あるけど、あ、なんだ、お、バイオマスクついてて、そのマスクあかんでしょ、なんか謎の、あ、こっち行けないか、行けないっぽいね。お、よし、ここなんかある、42号道路の、確かさ、このサブクエが、42号道路の地下にいるようだ、多分ここだと思うんだよね。こっちの地下は多分ね、武器設計図の方じゃないかなと思うけど、なんだこれ。まあ、行こうか。ここの炎もちゃんと確認する。進化というこういう感覚なのか、自分をどうやって定義するべきなんだろうって言ってるね。進化後怖いわ、確認する。なんかある、お、エネルギーバッテリーよいしょ、あ、多分素材関連だよこれね。これもネジか、あ、いけない、あれってことは、いけないってことはこっちじゃなかったか、出口かな、なんか下に続いてるもん、ほら下に続いてるんで、多分出口じゃないかな、多分目標はあっち側から行くんじゃないかなと思うんでね。よいしょ、戻りますか。カラフルなブリッキ感、こっち多分行けないよね。ガソスターがあるね、あ、なんかそうじゃない、光ってるほら、行けないか、カウイルスでもう誰もいないけど、なんかあんな、確認する。とても寒い、この寒さは非人道的だって言ってる。太陽はこんなに大きく明るいんだ、発熱しているのか、まさか肉体はほとんど残っていないのにって言ってる。寒さも、あ、この歯車目っていうのは機械だから、いやーちょっと虚しいな。よし、まあ、とりあえず目的の地下はここから行くっぽいね。行こうか。ここは使われなくなった排水施設のようね。排水施設か、まあ、どうしようかな、一旦ここまででしようか。ちょうどね、ここでちょっと区切りをつけておこう。まあ、一応ね、どうもなんかね、怪しいイベント、ムービーがあったよね。ライエンもリンからの情報を得たんだろうか。彼もここで危険な目に。まあ、誰もね、この42号道路の情報を与えて戻ってきてないらしいからね。まあ、ライエンも多分ここなのかな。で、一応このね、スコープシティのね、武器ショップの店主からも、ちょっとここ見てきてくれって言われたんでね、まあ、ちょうどね、見て、ちょうど多分いいと思うんだよね。で、ここで、まあ、ちょっと多分戦闘もあるってなってたからね。あと、アビリティなんか上がるかな？
63ある。まあ、これ取っとこうかな。この上チャージ。 OK。 でまだストーリーもなんかだいぶこう裏がありそうだよね。いろいろ裏がありそうなんですよね、このリンね。何者かとちょっとね、なんか通じてたっぽいけどね。大統領の行動から隣の家の猫のことまで分かるらしいよ、情報も。その割にはさ、セキュリティザルだったよね。よし。ってなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。まあ、一応次回ね、この、まあ、リンさんから得た情報で、このここに薬がある、まあ、あるかどうかわかんないけど、ここに情報があるっていうね、それをもとにここの地下を探索していきましょうかね。ではではね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もぜひぜひ見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。